アメリカンエキスプレスはトラベラーズチェックとクレジットカードの発行元であるアメリカ合衆国の企業である。国際ブランドとしてはチャージカードに位置付けられているが一部発行国では分割払いのできるクレジットカードとしても機能する。略称はアメックス。本拠地のあるアメリカ合衆国を中心にトラベラーズチェックや旅行代理業をはじめとする旅行事業のほか クレジットカード事業、法人向け銀行事業、プライベートバンク、投資信託、保険業等様々な事業を手掛ける。アメリカのほか日本やイタリア、イギリス、メキシコ、カナダ、オーストラリアなどを主な市場として世界各国でクレジットカードの発行を行っているほか、現在世界百四十カ国に二千二百のトラベルサービスオフィスを展開する。また、 全世界のカード会員数は7800万人に達している。カナダトロントの支店。店舗前にニューマ社が止まっている。1850年に、ウェルズ・ファーゴの創設者でもあるヘンリー・ウェルズと、ウィリアム・ファーゴ、ジョン・バター・フィールドの3人によって、ニューマ社により、貨物を運ぶ宅配便業者として、ニューヨーク州バッファローを本社に、運輸業を開始した。 事業は好調に推移し、輸送網を全米へ、及び隣国のカナダやメキシコにも広げた。1882年に、世界で初めて郵便為替業務を開始したことで、同社の主事業となる金融業に参入した。1891年には、ウィリアム・ファーゴの発案により、世界で2番目のトラベラーズチェックを発行し、アメリカ国内のみならず事業展開していた各国に、 導入を行った。その後は海外旅行に行くアメリカ人旅行者のサポートのために1895年にフランスに1896年にイギリスに事務所を開設したのを皮切りに海外に事業網を展開し1917年には日本事務所を横浜港に開設するなどその事業基盤を世界中に広げた。また、 第一次世界大戦中には他の金融機関が為替業務を閉鎖する中、イギリスに取り残されたアメリカ人旅行者のトラベラーズチェックの交換を行うなど戦時下においても安定した業務遂行を行い高い評価を受けた。なお世界展開は1939年9月の第二次世界大戦の勃発と1941年12月に アメリカ合衆国の戦線布告によって一時的に停滞するがヨーロッパ戦線に展開するアメリカ軍兵士が現地で飼っていたもののアメリカ軍による移送を拒否された犬のアメリカへの移送業務を委託するなど第二次世界大戦中を通じてその世界的なネットワークを活かし様々なサービスを提供することになる百四十五年九月二日の第二次世界大戦の終戦後は ダグラス DC-6 やロッキードコンステレーションなどの大型旅客機の就航によるアメリカの海外旅行の大衆化による海外旅行ブームを受けて1954年には連合国の占領下から脱して間もない日本に支店を再開するなど再び海外展開を活発化させた1958年にはアメリカ国内のホテル組合が設立し すでに営業権運営を行っていたアメリカホテル組合のクレジットカード会社を買収し1959年には ISO-IEC 7810に準拠した次期ストライプカードを利用した方式が導入された。ジェット旅客機の就航によるさらなる海外旅行の大衆化の促進やアメリカ国内の好景気を背景に業務の拡張は続き1966年に ゴールドカードを導入したほか、1984年にプラチナカードを導入した。また、1970年代から1980年代にかけて世界各国でクレジットカードの発行を開始し、世界的普及を背景に事業規模を全世界的に拡大した。1983年初頭サンフォードワイルが社長に就任した。 1984年4月には、投資銀行のリーマンブラザーズとその参加のクーンローブも買収し、リーマンブラザーズクーンローブとする。さらに同社を、参加の証券会社のシェアソンへ、吸収合併させ、シェアソン・リーマン・アメリカン・エキスプレスとし、さらにその後、ーカ会ハットンカンパニーを買収し、シェアソン・リーマン・ハットンとするなど、当時の経営陣の方針により、 事業の多角化を推進した。この頃の CEO ジェームズ・ロビンソンのつまりンダコスデン、ロビンソンはドナルド・レーガン政権の樹立をバックアップして、政財界との関係を深め、さらに1988年からはマイケル・ミルケンを擁護する広報戦略を展開した。1993年に新 CEO、ハーベー・ゴルブが就任して、彼が中核事業である、 クレジットカード事業と旅行事業への集中と選択を進めたため、同年に同社はそのリテール分野と資産管理業務をプライメリカに売却した。アメリカ同時多発テロ時に被害を受けたアメリカンエキスプレスタワー第一次世界大戦や第二次世界大戦時に提供したような単なる金融サービス業、もしくは旅行代理店の枠を超えた柔軟な 有事対応の伝統は現在も健在である。2007年9月には銀行部門の子会社であるアメリカンエキスプレスバンクをイギリスの大手商業銀行であるスタンダードチャータード銀行に8億6000万ベドルで売却した。サブプライムローンで多くの個人顧客にクレジットカードサービスを提供した結果2007年末以降に起きた世界的な 金融危機を受けた不況により、貸し出れが増加し、経営状況が悪化することになる。これを受けて2008年12月には、アメリカ合衆国財務省から33億9000万ドルの公的資金注入を受けるための承認を受けたと発表した。公的資金注入を受けたことで事実上の政府、管理下に入った。2009年6月には、 公的資金を返済することを表明したが、アメリカ国内におけるクレジットカードの貸し倒れが史上最高レベルに達したことなどから、世界各国において事業縮小と人員削減、サービスの廃止縮小を進めた。クレジットカードの中では、ダイナースクラブと1、2を争う高いブランドイメージとステータスカードを有しており、アメリカ系とアメリカ系列ホテル業界を中心に、 マイナー地域の航空券やアメリカ系とアメリカ系列ホテルの手配を全プロパーのカードで受け負う。アメリカ系とアメリカ系列高級ホテル宿泊時に独自サービスの提供を受けられるほか、ゴールドカード以上ではレストランの予約代行を行う。カード会員の利用金額に一律の制限がない。アメリカで発行されるグリーンカード、ゴールドカード、プラチナカード、 センチュリオンカードは、チャージカードと呼ばれるもので、毎月の利用金額を月ごとに全額払う短期の無理次郎である。会員から手続きをしない限り、残高の翌月持ち越しや分割払いはない。チャージカードとは別に、クレジットカードも発行している。イギリス法人では、アメリカが収穫ドル建てないし、ユーロ建ての ICC カードを発行しており、日本在住者でも申し込める。 カード紛失時、視点の存在する国家であれば、どの国家で発行されたカードであっても、ほぼ翌日に再発行され、宿泊先への持ち届けを行ったり、海外旅行先でのトラブル相談が、コレクトコールででき、渡航先で病気にかかった、際の旅行保険など、普段の使い勝手とともに、旅行や出張時のサービスに重点を置いているのが特徴である。競合他社が、 アメックスのサービスを模倣しても一部のサービスが追従できないことから海外旅行に強いといったイメージが今日まで続いている。なお、プロッパーカードのデザインは世界共通であり旅行中の紛失や盗難に際して各国の現地でカード発行が可能であるため上記のように受け取るまでの時間が他の定携型カードに比べ短い上一部のカードに見られるように帰国後に 本カードに切り替えする必要もない。ただし、少なくとも、日本での緊急再発行については、IC カード導入により2014年11月17日以降、緊急仮カードでの対応に変更された。顧客満足度の計測として、ネットプロモータースコアを導入している。広告代理店、オグルビメイザーとの長年の関係のもと、世界各国で、 広告展開を積極的に行っており、その高いサービスレベルと巧みなマーケティングにより、高いブランドイメージを保持し続けてきている。1975年から世界各国で、私をご存知ですか、出かけるときは忘れずにをキャッチコピーとした広告キャンペーンを展開した。著名人がアメリカンエキスプレスカードを提示すれば、一流のサービスを受けられる。 海外でもアメリカンエキスプレスのきめ細かいサービスを受けられるという趣旨のメッセージを語る CM シリーズが制作された。CM にはルチアーノ・パバロッティ、ペレ、エドモンド・ヒラリー、ジャック・ニクラス、ジム・フィックス、ロジャー・ダルトリー、スティーブン・キングと並んで、当時のソニー会長、森田・アキオが起用された。2000年代以降にロバート・デ・ニーロやタイガー・ウッズ、マーティン・スコセッシ、 渡辺県などを起用したマイライフマイカードキャンペーンなど大々的な広告キャンペーンを行ってきた。日本では外国会社であるアメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレーテッドがアメリカンエキスプレスカードを発行しているほか旅行代理業も行っている。また、ライセンスを受けた数社もカードを発行している。 100年の歴史第一次世界大戦中の1917年、アメリカ人旅行者に対するサービスを呼び、サポート拠点として、日本事務所が横浜港に開設された。その後、1941年に第二次世界大戦における日米海戦を受けて、一時的に撤退したものの、戦後の1954年には、改めて日本支社が設立されている。 2017年には日本上陸100周年を迎えた。日本支社は長く杉並区小木久保の小木久保藤沢ビルディングにあったが、2020年秋に引き払い港区虎ノ門4丁目の虎ノ門パストラルホテル跡地に新築された神谷町トラストタワーへ移転した。また JCB とは下術の通り加盟店業務において提携関係にあり、 アメリカンエキスプレスの日本本格進出及び JCB の海外進出以前には JCB 会員が海外渡航する際 JCB 圧線による短期利用アメリカンエキスプレスカードの提供がされていた事業展開その後は高度経済成長を受けて日本市場における事業を拡大し1974年に 日本円のトラベラーズチェックが発行されたほか、3月末で発行終了1980年にはアメリカンエキスプレスとしては日本市場における初のクレジットカードであるゴールドカードの発行が開始されたまたその後の1983年にアメリカンエキスプレスカードが発行されたほか、1992年にリボルビング払い専用カードが1993年には プラチナカードが2003年にはセンチュリオンカードの発行が開始された。影響ゴールドカードの発行後には多くの競合他社がゴールドカードの県面とコンセプトを模倣した。プラチナカードやその県面の色からブラックカードと称されるセンチュリオンカードのコンセプトも同様である。また、個人事業主、医師、弁護士など専門職向け、 ビジネスカード分野における先駆者の一つとされており、現在もビジネスカードやプレミアムカード市場では大きな市場シェアを占めるなど、アメックスの存在が日本のクレジットカード市場と富裕層、純富裕層向け金融サービスに与えた影響は大きいと評価されている。上記のように日本のクレジットカード市場と富裕層向け金融サービスに 大きな影響を与え続けてきたものの2007年後半以降の世界金融危機と不況、アメリカ国内における貸し倒れの増加を受けてアメリカ本社が公的資金の注入を受け政府、管理下に入ったこともあり2008年頃から2010年頃にかけて比較的経営状態が良い日本においても事業とサービスの縮小、削減及び人員削減を行うことを余儀なくされた。 現在世界金融危機以降、機関事業であるクレジットカード事業の取り扱いを増加させるため、富裕層による、いわゆる T&E の高額決済だけではなく、日常生活上の決済シーンのほとんどを占める現金決済による取引を取り込もうと努力している。これが、口述する世界規模での JCB との提携に結びついた。現在では、 百貨店や高級店だけでなく、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア、病院や薬局、ガソリンスタンドや、ホームセンター、また、公共料金等の支払いにも、アメリカンエキスプレスのカードを使用できるようになり、特に都市部における決済シーンでの利便性は、ビザやマスターカードと大差ないほどに改善されている。アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレーテッドが、 発行するプロパーカード及び他社との提携カード並びに他社に発行を認めているライセンス提携カードが存在する。なお、日本のアメリカンエキスプレスのプロパーカードでは従前では次期ストライプカードのみの発行でクレジットカードの偽造複製を困難にすることでカードセキュリティを向上させる IC チップを搭載していなかったが2015年に順次 IC カードが発行されていくことが公式ウェブサイト上で判明した。公式に発表はされていないが実務上は同年7月頃からスカイトラベラーカードの新規発行分において搭載され、同年10月頃からは下記のグリーン、ゴールド等のプロパーカードでも搭載が開始されている。利用限度額については、県証での違いはなくすべての種別で顧客ごとに カード利用実態や返済に合わせて変動し個別審査される一例として、最も下位のアメリカンエキスプレスカードは、新規発行時は年収の5%程度を基準としているが、アメリカ合衆国の著名な投資家であり、アメックスにも株権を保有し投資している符号のウォーレン・バフェットは、決済可能金額が数億ベイドルに達すると見られている。また、事前に、 アメックスへ入金することで実質的な利用限度額は個人の現金資産をそのまま決済限度額として利用することも可能である。プロパーカードプロパーカードとはクレジットカード発行会社が他社との提携なくアメリカンエキスプレスが自社発行しているクレジットカードである。個人向けカード経営者及び個人事業主向け4半期管理リポートや オフィスデポやヘデックスの宅配便などを利用した際に割引を受けられるサービス、ビジネスセービング、ライフサポートサービス、クラブオフなどのサービスを受けることができる。いずれも支払い方法は一括払いのみ、個人カードとビジネスカードの2枚持ちが可能。カード会社により予診が設けられており、一般的に業歴3年以上、黒字決算2期以上とされているが、 実際は申し込み者の信用情報に問題がなければ審査に通るものとされている。これらの他に大企業向けのコーポレートカードがある。JR 東海との提携コーポレートカードでは東海道、山陽新幹線のインターネット予約、エクスプレス予約が利用できる。なお、日本国内においては非常上であることもあり。 カードの発行枚数や会員数は非公開となっているが、海外の媒体資料には、開放し、センチュリオンとデパーチャーにおける日本国内の購読数が記載されており、センチュリオンカード及びプラチナカードのおおよその発行枚数を知ることができる。資料提携カードスターウッドホテルリゾートザ・ペニンシュラ東京デルタ航空全日本空輸。 ヒルトンホテルと提携した提携カードがある。なお、プロッパーカードとの複数枚保有が可能である。スターウッドホテルリゾート提携カードは SPG のポイントから航空マイルへの返還が有利であり、ポイントを購入して返還することで事実上航空マイルを購入することができるほか、しばしば行われるポイントセールで割引購入すればさらに有利となる。年会費は 基本的に、プロパーカードに準ずる。しかし、全日本空輸と提携し発行する、ANA アメリカンエキスプレスカードの年会費は7000円で、あり、プロパーカードより安いなど、例外も存在するものの、年会費が安い分、プロパーカードのサービス内容を削ったサービスしか、受けられない。ANA アメリカンエキスプレスプレミアムカードは、プロパー個人プラチナよりも、 年会費が高いが、純プラチナ格として、プラチナウェブ、バースデープレゼント以外ほぼ同等のサービスを提供している上、国内線、ANA ラウンジの利用権が付与される。ただし、送付される会員紙は、プラチナ格のディーパーチャースではなく、ゴールド格のインプレッションゴールドとなるなど、サービス内容が削られている。なお、以前新生銀行と提携し発行していた。 新生アメリカンエキスプレスカードについては2014年7月10日に新規募集を終了している。また、ホテルオークラとの提携についても2015年10月末で終了した。なお、過去には住友銀行主会社の住銀アメックスサービス株式会社が日本社発行と同等の住銀アメリカンエキスプレスゴールドカードを発行していたが、 同社は2001年3月15日に称号をアメックスカードサービス株式会社に変更し、同日にクレジットカードの名称も三井住友銀行提携アメリカンエキスプレスゴールドカードに変更している。2004年頃までパンフレット券入会申込書を同行支店のキャッシュサービスコーナーにあるラックに三井住友カードや桜カードと共に陳列されていたが、その後、 三井住友信託銀行がダイナースクラブの日本における事業をシティグループより買収したこともあり、提携は終了した。2021年からはヒルトンホテルトンの提携カードを発行している。普通カードとプレミアムカードがあり、プレミアムカードの場合、ヒルトンオーナーズの会員クラスがゴールドで付与され、宿泊時に朝食が無料となるが、スターウッドホテルリゾート提携カードでは、 朝食無料が付帯しない。ライセンス提携カード、日本支社以外に、株式会社、クレディセゾン、高島屋ファイナンシャルパートナーズセブン CS、カードサービス、製銀セゾンカード、イデミツクレジット、ダイワハウスフィナンシャル YM セゾン、三菱 UFJ ニコス株式会社及びフランチャイジー、株式会社、MI カード、楽天カード株式会社の各社がアメックスとの、 ライセンス提携により、それぞれアメリカンエキスプレスの国際ブランドが付帯したクレジットカードを発行している。各社ともに本家の同等グレードのカードより年会費が安く設定されているが、年会費が安い分、プロッパーカードのサービス内容を削ったサービスしか受けられない。また、GE コンシューマーファイナンスからも加盟店、開放形式による GE マネー。 アメリカンエキスプレスカードが2007年により発行されていたが、同社が2009年に事業を撤退したことで2年余りで消滅している。インターナショナルマルチカレンシーカード、英国法人によるユーロ、米ドル建てのカードに日本在住者の申し込みが可能である。申し込みには日本でも一般的な個人資料及び日本国旅券の移しが要求される。個人番号カードは 日本国政府が発行する公的証明書であるが通用しない。資料の提出は電子メールにスキャナーでスキャンした電子データを添付して送信すれば完了する。会員番号を記入する欄があり、アメリカンエキスプレス日本法人の既存会員であればクレジットカードの番号を記入すれば既存会員として扱われ重複発行が可能である。プラチナカードは 会費が日本より安く、プライオリティパスやホテル会員上級プログラムの取得には有用である。しかし、利用料金がすべて外貨建てになるため、為替変動リスクが存在することと、口座引き落としができず、すべて海外送金となるため、高額な送金手数料と送金日数がかかり、延滞に注意しなければならない。また、当然だが、やりとりはべて英語となるため、 ある程度英語を理解できなければ申し込みができない。コールセンターの利用では日本語の通訳をオーダーすることができ、不便なく一疎通できる。ICC では年会費にもメンバーシップリワードのポイントが付与される。パンフレット郵送などで受け付けているほか、電話や自社の公式ウェブサイト、バナー広告、既存カード会員からの紹介、空港や鉄道駅など、 キオスクのような移動ブースでの対面方式で入会を受け付けている。社員による声掛けに対しては、会員ですと申し出れば、アメックスのボールペンをプレゼントされ、昇級希望を申し出れば、相談に応じてくれる。最も年会費の安いスカイトラベラーカードから、招待者のみ入会が可能なセンチュリオンカードに至るまで他のクレジットカードにはないような豊富な会員向けサービスがある。 また、そのサービスの多くが高額利用者である、富裕層及び、純富裕層、フリークエントトラベラーのニーズから生まれたものであり、いくつかのサービスは導入後に、多くの競合他社から模倣されているが、コスト面や、社員のスキル、企業規模など様々な理由から、他社が模倣できないものも多くある。また、基本的なサービス面においても独自路線をとっている。例えば、 日本国内の一般的なクレジットカードと異なり、各会員の限度額は公開せず、顧客からの問い合わせには利用目安額のみ回答する。いわゆる限度額とは異なり、会員の属性やその時々のカード利用状況に応じて金額自体が頻繁に変動する。2017年からはログイン後のマイカードサービスにカードご利用可能額の確認のリンクが設置された。 このリンクから利用予定金額を入力すると、おおよその利用可能額が把握できるまた、ある程度目安額を超過する利用も可能であり、他のクレジットカードと大きく異なる点として、アメリカンエキスプレス指定の銀行口座に保証金を入金することにより、保証金を納めた範囲でのカード決済も可能である。カード機能面では、一般的な分割払いやペイフレックスが、 入会後3ヶ月を経過して顧客から申請し、改めて審査の上で初めて利用可能となるほか、キャッシングサービスについては貸金業法改正等の影響を受け、2012年6月末で終了となった。ビジネスカード利用者に向けては、アメックスがオリックス銀行の代理店となり、VIP カードローンと提携した専用券面のローンカードを発行している。 加盟店株式会社 JCB と加盟店に関する業務で提携しており多くの JCB 加盟店がアメリカンエキスプレスとも加盟店契約も結び利用することができるこの提携の開始により日本国内における加盟店数は競合他社と遜色ないほどに利用可能であるまたコストコではアメリカンエキスプレスのクレジットカードのみ利用が可能であったが 世界的に契約解除の流れが進み、日本でも2018年1月31日をもって契約が解除され、2月以降はマスターカードしか使用できなくなった。メンバーシップリワーズ、ショッピングサポート旅行サポート帝国、ホテルミーティングスクエア2017年2月からビジネスゴールドカード及びビジネスプラチナカード会員に対して帝国ホテルに設置される。 ビジネスラウンジの利用申し込み権利付与が行われる。利用は3月からであるが、一定数で打ち切りとなる。利用する場合は2万円の月額利用料が必要となる。ゴルフデスク全国1100以上のゴルフ場及び、海外のゴルフ場のスタート予約をオンラインで行うことができるほか、希望により、日本ゴルフ協会発行のアメックスハンディキャップを取得することができる。 クラブエッセンシア女性カード会員向けにワインのテイスティング会やお茶会、ファッションショーへの招待、スパやエステの割引など様々な特典を提供する無料登録制の会員組織クラブエッセンシアがあったが2015年9月30日をもってクラブエッセンシアとしての紹介は終了した。なお紹介されていたサービスは下記のアメリカンエキスプレスコネクトにて 引き続き無料で利用できる。カード会員限定イベントレストランや料亭での食事会、ファッションショーへの特別招待やヨーロッパの名門ブランドの特別注文会、歌舞伎鑑賞や青木伊佐などのプロゴルファーとのゴルフラウンド、セックスザシティなどの人気映画の特別試写会への招待、コットンクラブでの一流ミュージシャンによる会員限定コンサート、清水寺の特別拝観など、 カード会員限定の各種イベントが年間を通じて行われており、会員は無償もしくは優償で参加することができる。オンラインサービス。オンラインサービスの名称で、パソコンと携帯電話のウェブブラウザを使って、利用明細とポイントの確認、交換、付帯サービス申し込み、会員情報の変更手続きができる。また、オンラインでの航空券やホテル、レンタカー等の予約、 ゴルフ場の予約をすることができる。インターネット経由での入会申し込みも24時間可能である。スマートフォン向けのアプリケーションでも同等の手続きが可能。アメリカンエキスプレスセレクト世界各国におけるダイニング、トラベル、レジャー、ウェディング等に関するアメリカンエキスプレスのカード会員優待を紹介するサービス。オンラインサービス上で国、 地域を選択して検索することができる。アメックスブランドのクレジットカードであれば、アメリカンエキスプレス以外の会社が発行する、定型ライセンスカードでも使用することができる。アメリカンエキスプレスコネクトアメリカンエキスプレスの、優待及び期間限定のキャンペーン等を、横断的に紹介するサービス。オンラインサービス上で利用することができる。2015年9月末まで利用可能だった、 クラブエッセンシアのサービスも引き継いでいる。ダイニングトレンド、アメリカンエキスプレスのカード会員の利用実績から会員に人気のレストランをカジュアルディナー、ワールドエクスプローラー、スマートエグゼクティブ、ファインディナー、アクティブ、ウーマンという5種類のライフスタイルに分類してウェブ上で紹介するサービス。グルナビと共同開発された。アメリカンエキスプレスの体が使用できる店舗には その旨も紹介されている。オンラインサービスからチェックすることができる。会員誌ゴールドカード会員向けの会員誌、インプレッションゴールドが発行されている。ウェブ版もあり、クリックで応募できる、独自のプレゼントもある。プラチナカード及びセンチュリオンカード会員には、会員誌、デパーチャーズ、センチュリオンが発行されている。また、毎月の利用明細にもサービス特典情報、 ニュースレターなどが同封される。電子名裁書を選択している会員には個人ページで PDF が提供されているがビジネスプラチナカードにおいては2017年に入っても2016年12月号のまま更新されないトラブルが発生している。日本でも広告展開を積極的に行っている。1980年代にはジャック・ニクラスが前述の ドン n t leave home w i t h o を訳したフレーズ、出かけるときは忘れずに、を日本語で語る日本向け CM や日本人キャストを起用した CM で、男はこうありたいねというフレーズが有名であった。近年はサザンオールスターズの桑田圭介や渡辺健を起用して日本向け広告展開を進めていたほか、ロバート・デ・ニーロやタイガー・ウッズを起用した全世界的展開広告。 CM を日本でも流していた。チャージが必要ないポストペイ電子マネーとして、クイスプを早期から導入している。当初は導入店舗が少なかったが、決済端末が多機能化し、複数電子マネーに対応するようになった昨今では、ガソリンスタンドコンビニエンスストアスーパーマーケット、ショッピングセンター等で幅広く使用することができる。2017年4月1日から、アップルペイヤ 2万円以上の高額決済に対応するクイスプへの対応を開始した。ユニバーサルスタジオジャパンにおいてアメリカンエキスプレスカードは使用できないがクイスプを使うことで間接的に使用可能となる。ただし屋外の屋台売店ではクレジットカードそのものが使用できない。クイスプには 日本法人発行の個人カードの未登録が可能で、プロパーであってもビジネスカードには対応しない。ウェブサイト申し込みもできず、会員用カードデスクに電話し、クイスプ申し込み書を取り寄せ、郵送にて返送する必要がある。また、子供向け、お小遣いクイスプにも対応しない。なお、アップルプには、ビジネスカードも対応する。JR 東日本の、モバイルスイカ。 JR 西日本が発行するスマートアイコカへのチャージカードとして登録が可能であるがチャージ金額に対するメンバーシップリワードのポイントは付与されない中遠距離で乗車する場合は緑の券売機等でカードを使って切符を購入する方がポイントが付与されるため有利であるただし自動券売機でカード決済をする場合ウェブサイトや電話にてカードに 暗証番号を登録する手続きが必要となる。アメリカンエキスプレス発行のトラベラーズチェックは日本で購入できる唯一のトラベラーズチェックであったが2014年3月31日をもって日本国内での販売は終了している。ただし終了までに発行済みのものは引き続き利用可能である。日本円をはじめアメリカが衆国ドル、カナダドル、ユーロ、 イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドル、K7 通貨のトラベラーズチェックが発行されていた。成田国際空港や関西国際空港、中部国際空港、広島空港、福岡空港などの主な国際空港内の銀行や、三井住友銀行や香港上海銀行、三菱東京 UFJ 銀行などの各支店、郵便局や外貨両替店、 日本旅行や日本交通公社、トップツアーなどの全国の旅行代理店で購入できた。盗難や紛失にあった場合は、24時間年中、無給で対応しているリファンドセンターに電話することにより、日本語で再発行の手続きをすることができた。また、カード会員でなくともトラベラーズチェック所持者であれば、各国に設置されているトラベルサービスオフィスを、 カード会員と同等に利用できた。日本においてセンチュリオンカードの入会にはアメリカンエキスプレスからの招待制が取られる上、そのサービス詳細などが公開されていないため、都市伝説と言えるような噂が出回っている。ありがとうございます。